こんにちは、かけまるです。今日のまたまた連続なんですけれども、おはよう乳業さんの飲むジュレ、イタリア産ブラッドオレンジの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。そういたしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。ここですね。あ、これもアロエハニク入ってるんですね。あとオレンジ果汁、異性化液糖、砂糖、ゲル化剤、香料に酸味料に酸化防止剤、あとは甘味料ですね。その下カロリーの方は、1本あたり56キロカロリーということです。これもほんま開けて飲むもんちゃうんですけど、すいませんこれは結構ちょっと固まり方があれですよね。昨日のマンゴーみたいにちょっとジュース的な感じではなくて、かなり固まってるような感じがいたします。すごいオレンジの匂いがしてきます。それではお味の方チェックしてみたいと思います。あ、すごいまろやかなオレンジの味で、ちょっと悪い意味じゃないんですけれども、オレンジのちょっとえぐみっていうんですか、苦みがふわっと、風味が喉越しあります。アロエはこれかなり固まって、昨日のやつはほとんど飲む感じなんですけれども、これはもうそうですね、スプーン、ストローで飲みいただいていただいた方がいいと思います。ちょっともう一回チェックしてみます。うん、アロエ果肉があんまり入ってない。やっぱりマンゴーの方が全然なんかすごく美味しかったですね。これはすごくまろやかな感じで、喉越し、食べ越し、喉越し、さっぱりした感じで美味しいです。こちらもでもマンゴーの方がごっちよりも全然美味しいですね。おはようさんの飲むジュレ、イタリア産ブラッドオレンジですね。さっぱりした感じで、とても美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。